こんばんは、MJ スーパーウィン、こんばんは。よいしょ。MJ ハートありがとうね。さあ、まもなく今年が終わろうとしてますが、うん。何？大地さん、なんておっしゃってました？恥ずかしい、見たい、それ、なんておっしゃってたんだろう。嘘、見に行こうかなと思ってねんけどな。焦った、開けましたよ、焦った。そう、まさかね、こんばんは。なんておっしゃってたんだろう、本物の年越しですよ。とも、レインボーありがとう。ともやすくん、こんばんは。まあ、今年は今年で、あと1分、やばいやばいやばい。やばい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 、ちょっと待って。時計を垂れとくわ、こっちに。あと、やばいやばい、眉毛描いてたら今年終わっても。やばい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 。こんばんは。やばい。まこ、マルクさん、ふむふむ。8年。わかった、アーカイブ残ってるかと。はい。じゃあ2023年ラスト。岡村マナです。マナティーと呼んでください。よろしくお願いします。サワディーかー。いや、今年も本当にありがとうございました。なんか、すごく楽しい一年でした。まさかね、花火ありがとう。本当に。もうそれしか言えないな。いい一年でした。みんなのおかげで。来年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、本物のカウントダウンです。20秒前 19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、よいとしよう！あけましておめでとうございます！今年もよろしくお願いします！明けましておめでとうございます。イエーイ、ハッピーニューイヤー。はぁ、すごい。ハッピーニューイヤー、今年もよろしくお願いします。2024年ですよ、皆さん。明けてしまった。サワディーかー。いいかじゃないやろ、絶対。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ツッ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 ツ、もういくつ寝るとお正月、お正月にはたこあげて駒を回して遊びましょう。早く来い来い、お正月。ほいさっさ、もういくつ寝るとお正月。ありがとうございます、皆さん。わー、ありがとう。明けましておめでとうございます。明けてしまいました、本当に。何このセンスみたいなの、かっこいい。スーパーウィン、ユー、マコウ、月ひろ、ふむふむ、花火ありがとう。ゆきちゃんも花火。ゲンザブロウさん、やすのり、ことねるんるん、 MJ、 そして竹ずにタワー、ありがとう。これ何、あきおめタワーなのかな。竜に乗ってる。タツか、タツ年だっけ今年って。何年だった、タツ年だっけ。ありがとう。やすのり、みやびさん、おでんや、まさかね、ごどね、ややちゃん、とも、MJ、みほてぃ、ありがとうございます。あけましておめでとう。たまちゃん、たまやー。こうちゃん、やすのり、あけおめです、みなさん。はぁ、なんだかあけてしまいましたね。たつって読むのそれ。たつみさんのたつか。おー、泣けてしまいました。しおり、あけおめー。わーい。ということで、いよいよ今年始まりました。2024年始まりました。とも、秋雨ありがとう。いや、じゃあちょっと歌えるかな。せっかくなので、なんかカウントダウンのコンサートみたいなイメージで
なんか歌いたいところではありますね。うわ、寂しい。ぴったり誰からも連絡来てない。寂しい。殿様マーコありがとう。マーコまたアバター変わりましたかね。やっほー。いえ、寂しい。12時ぴったりに誰からも連絡来てないですけれども、みんなと一緒にね過ごせたのでよしとしましょう。ツイッターも盛り上がってますかね。ちょっとツイッター見ていきます。うわ、オリックスなんかすごい。え、なんじゃこりゃ。これ何、オリックスのこれ何これ何、オリックスのこれ何のあれなんだろうおもろおもろいおもろい。混んでるからなの。あ、燃えよドラゴン、そういう意味か。燃えよドラゴンのイメージなのおもろすぎるやろこれ。面白いな。まあ、31ハブハブこんばんは。ご飯粒あきおめ、はい、ということであれでしたね、オリックスの特番も皆さんありがとうございました。そっか、今混み合ってるんですね、単純にねそういうことか。単純にね、単純に混み合ってるという。私もなんかツイートしようかなと思ったけど、まだいいか、まだ乗り遅れてないね。大丈夫ですね。明けましておめでとうございます。こんばんは。ね、わかる、年賀状に使いたい。みんな盛り上がってるのかなと思ったけど、意外とまだ大丈夫ですね。もうちょっとしてから、はい、もうちょっとしてからツイートしよう。カネゴンこんばんは。明けおめー。皆さん明けましておめでとうございます。ゆきさん、センスありがとう。おーおー。いやー、あ、ぜひぜひ皆さん1月です。1月か、今やば、1月なの、えぐすぎる。北村さんこんばんは。1月ですか、えぐいな。ほんと早いというか、早いというかもう新たに始まったということで、始まりのソングを。あ、ゆうすけつかどんこんばんは。あきおめことよろです。1月です、皆様よろしくお願いします。何歌おうかな。待って、私の最近のテーマソングってなんだろう。やっぱりとりあえずの一旦という意味でこの曲にしましょう。よし、営業所でお疲れ様。ああ、マコありがとう。マコもタワーくれたの、ありがとうありがとう。ありマコじゃん、ありがとう。ゆうな花火ありがとう。友だるもありがとう。皆さんありがとうございます。イエーイ。リアル野球、そうだね、確かにね。わー、本当だ、楽しみですね。年明けからありがとう、本当に。それでは、盛り上がっていきましょう。サブリミナル作戦。皆さん、2024年になりました、今年もさらに飛躍できるように、竜のようにビューンと飛んでいける、そんな一年にしていきたいと思います。盛り上がっていきましょう。せーの、アイ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 。自転車の僕は全力で立ち漕ぎ、坂道を登ってく。ここじゃない道と回りすれば平坦で楽なのにね。脈拍数も溢れ出す汗も全部君のため。チャンスは10秒、あっという間だ。今日は会えるから、あの十字路すれ違うだけ。お願い10秒、君に恋してる僕に気づいて。偶然がこんなにあるわけない、意図的なことだよ。せーの、
ありがとう。
きた君と出会って泣けてきた。なぜか涙が止まらない。交換ロード出してた僕が同じ痛みを感じた存在。目の前にいる君は抱きしめたいと思った。君を胸で泣かせてくれ。今日まで生きててよかった。なんて素敵な世界だろう。ぬくもりに僕は包まれてる。ずっと探していた生きがいはそこにあった。続きまして、ハグから始めよう。はいはいはい、ふふ、さわりか。ずっと会えなかったね。会えるその日待ち望んでた。世界の針が止まってしまう。
ありがとう皆さん。ゆうゆっきー、けんざぶろうさん、たけぜに、ごどね、つきひろ、ありがとう、ゆきちゃ、スーパーウィンさん、ゆうすけ、ごどね、ゆう、ありがとうございます。ゆっきー、あ、ゆうすけ、ミラーボール、ごとね、まっこ、ありがとう、どんちゃん、ゆっきー、ゆうすけ、またミラーボールくれてたんだ。えじさん、パーフォリン、ゆうな、竹杉もミラーボール、あーちゅうがけさん、明けおめ、ありがとう。みなさん、明けましておめでとうございます。ふむふむだ、アバター変わった、今日限定みたいな。ルンルン、ルネッサンスさん、ありがとうございます。新年ラスありがとうね。またね、なんかラストアイドルでも揃ってパフォーマンスしてるところをお見せできたらいいなと私は個人的にすごく思っております。私のあるのかな、最近ハマってる、あ、ないんだ。歌いたい歌があったんだけど、まさかのなさそう、なさそうなんだよな。マミムメモでしょ、わ、バジルレロ、赤かさったな、ハマイヤ、バルキ、違うな、なかったよ。よし、じゃあ、あお、久しぶりね。何らかのね、そう形にできたらいいなと思いながら、じゃあ最後にこの歌を歌って SNS の投稿しようかなと思います。うわ、嬉しい、ヨシメグが、ヨシメグが最初だ、ありがとう、ヨシメグ、嬉しいな、ありがとう、一番です、あなたが嬉しいなマサ、こんばんは。ちょっとあの、一通りいろんなとこで配信したくて、いろんなとこ行こうかなと思ってました。よいしょ、 OK、 I love、 OK です。さ、吉めぐ、あの吉田めぐみちゃんという同じ野球好きの女の子ですまさ、さ、エンディングテーマもあり、エンディングテーマじゃあ最後に歌うわ、みんな好きだね、なんだかんだ。じゃあ、すごく元気が出て、パワーが出て、あー、最後あれ当たったんだ、そうなの、え、あれだよね、出てるやつやんな、このギフトのあれのこと、マナティくじ引き、それさ、さっきもなんかで言ってくれてたよね、何やろうと思っててんのエンディングテーマ聞きたいの、おもろいおもろいな。ちょっとじゃあ、私の、どういう曲にしよう、2000、あー、そういう意味か、くじ引きか、ドラフト会議か、あー、よかったバファエルはいいよね、元気になる曲、いや、なんか2024年がきっとお互いにいろんなことがあるかと思いますが、新たに挑戦する方はね、特になんか新しい壁とかいろいろとあると思うんですけれども、そんな自分さえも肯定していきましょうよと、何か進んでるってことはね、すごく素敵なことだと思うので、そんな自分にとってなんか迷いが出てる時に聞きたいな、歌いたいなと思う曲です。 Everything will be alright。 曇り空か、僕は嫌いじゃないんだ、雨か晴れかどっちに転がるんだろう、
久しぶりに歌ったけどマジでいい歌だね。本当ちょっと生かしたマイライフか、自信なんてないんだけど、すごいな、マジでいい歌だな本当に。あ、どうもどうもどうも、あ、どうもどうも、あ、川上さんから連絡来ました、ありがとうございます。川上千尋です。川上千尋さん、明けましておめでとう、今年もあれでということで、あら困りますね言うて、はい、あばらびもっちやっほー。歌詞がいい本当に、楽しいマイライフか、いい歌ですね本当に。 Everything will be alright ってどういうさ意味だったっけ。きっと大丈夫とかだよね確か。わあ、きっと大丈夫です何があっても。ということで2024年もどうぞよろしくお願いします。わーい、この後は1時30分から1時30分からですね、インスタライブをします。ぜひ遊びに来てください。それまでもあの SNS 投稿したりとかして、元気があったらなんか TikTok ライブとかそういうのもやりたいなとは思ってるんだけど、ちょっとその時に
考えるという形にさせていただきたいと思います。わあ、今年明けましたかね。今年明けましたか皆さん。今年もよろしくお願いいたします。いやーね、ひでまるこんばんは。今年は伝説を作りたいですね。明けおめひでまる。そうそうだよ、川上殿マジですごいよ本当にね。まださ、あれ誰でしょうみたいなストーリー載せとった時に、そうそう言ってん、監督かってたのにこんな絵文字で帰ってきたそうですよ、分かった。じゃあみんな振り頼むよみんなその振りがないと歌われへんと思うから振り頼みますわ。言ってマロイのありがとう、秋雨もありがとうね。あ、年明けラーメン、そう行ってらっしゃい。1時半からだから、まあ、あと1時間後かな。2024年は何これ、何これすごい、何何大吉やって、おめでとう。何今の、マロイのありがとう。カスタネットこんばんは、空対談言うて何やそれ言って、これあれやな、川上殿に送ってあげよう。そうですよ本当に。いやそうですね、もうなんと言っても今年が始まってしまったんですけれども、まあね、なんか新たに、あ、小太郎さんだ、新たに何か挑戦できるそんな一年にしたいと思いますし、なんかまあみんなが見ててワクワクするようなそんな年にしたいなと思います。わらびもっち、あきおめありがとう、ね、今見てもらっててもわかるかもしれないんですけど、やっぱり歌ったり踊ったりしたいなってすごく思ってて、なんかどこかそういう機会があったらいいなとは個人的に思ってます。イベントにしてもね、なんか自分でイベント開くとかそういうことにも含めて、なんか歌ったり踊ったりできたらいいなっていうのと、せっかくねタイ語の勉強を、あ、仕事人さんだ、始めましたので、まあなんかもう本当に早速私の感覚で全力で始めたなんか私の感覚で始めちゃったので、なんかただちょっと置いてきぼりにしてる感じが否めず、本当にその点はすごく申し訳ないなと思っているんですけど、やっぱりなんか普通にまず海外にねそもそも興味があったじゃないですか。もう1年ぐらい前かな、占いで言われたのがきっかけなんだけど、そうで、まあどうしようかなと、海外に興味があって、でまあ、なんでタイなのって言われてやっぱ難しいんだけど、でもやっぱりそのラストアイドルがタイにあったっていうのがマナーの中で大きくて、いろんな国のことを知りたいなってすごい思ってるんですよ。あ、ヤフカラホーだ。そう、今はねマナーまだ全然海外のお仕事がしたいって言っても正直何も知らないなっていうのが今現状なのね。でだから持ってるよパスポート、みんなも作っといて、だからそうだから、なんか向こうの国のことをなんか知れる機会になったらいいなって思ってて、なんかタイのお友達が今欲しいんだよすごく。でタイの特に私はなんかタイのアイドル文化になんか触れれたらいいなというか、せっかく自分もアイドルしてた身だから、なんかねそういういろんな交流ができたらいいなって思ってます。 You fight ありがとう。そうなんですよみんなおもろいみんな作るかってなってるのマジでおもろいね。でも分かんないですよね、本当イベントとかね、タイで生誕祭とかするかもしれないですからね。そうだからなんか来年は、まあ、日本はもちろんだし、みんなの前に立ちたいから、そこはまあマストレなんだけど、やっぱりなんか海外に向けてというか、海外のこう関連づいた何かお仕事ができたらなっていうのと、まあ海外に行きたいっていうのも素直に単純にね、旅行とかそういう意味でね、あ、まあこんばんはっていうのを、まあ目標に、行きたいはちょっと目標にするのあれかな。そう、タイで生誕祭ありですね海外でマラディにはタイパスポート作るアマゾンとかコンビニでは買えないですよ皆さん、気をつけてくださいね。そう、タイでイベント開きたい。おー、うまいね、うまいですね。そうね、やばいにお願いしよう。そうですね、じゃあ1月のお湯でカネゴンパありがとう。まあね、私は本当に
何が人生何が起こるかね分かんないなって思ってるので、なんか海外でもしかしたら、じゃその占いで言われたのよ、海外でなんかあなたは相性がいいですってすごく言われたので、なんかねもしかしたら海外でもうめっちゃバズる可能性もなくはないのなと思ってるので、まずはタイのお友達を増やしたいというか、あとまあ語学を覚えてなんかタイの文化とかタイのことを学んでいきたいなって今は思います。うん、でなんか一個ずつクリアしていきたいですね。こういろんな国を知りたいなと思ってます。中川なんちゃらさんってどなただろう。そうなんです。何いや現地集合のセーターさん来てくれるってことそれってめっちゃ笑いや笑っちゃった言うて、うまいこと言うてな、うまいこと言いますね。そうだね、だからまあ今はとりあえず曲覚えたり、でもやっぱ友達をね作りたいよね。なんか向こうのさ国のこと知りたいじゃん、せっかくならね。あそう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 、あ本当9月生まれ、そうなの、一緒じゃない、一緒じゃないか。そう仲良くなりたい、仲良くなりたいし、なんか一緒になんだろうなコラボみたいなしたいよね。理想はね、めちゃくちゃ理想でしかないけど、一緒にさ私がやっていいか分かんないけど、なんかバンドワゴンとか歌いたいしさね。そう修行でわからんからなでもみんなリアルで考えてるとこなんかさすがやね、みんなリアルに考えてくれてるんやね、意外とさすがですね、ありがとうございます。まあそんな目標がありつつですね、まあそうだなという目標がありつつという感じでございます。面白いよね、やりたいですよね。そうまあそれに伴って皆さんにお会いできるイベントもあそうなんだ、明日どこでやるの、そうなんだ、それに伴って皆さんとお会いできるイベントもまたね、あカンマインこんばんは、歌ったり踊ったりライブもしたいなと思うので、あ日本でやるの、しかもそうなんだ、ぜひよろしくお願いいたします。へえそうなんだ、推しメン見つけようじゃあ、みんなの推しメンも見つけたら教えてね推しメンというか推し選手さんか見つけましょう。はいということで、ではランキングを読ませてもらいたいと思います。うん、買ったことでも喜んでも本当それはじゃあ覚えようってなりますね。そうなんだ、そうだね、お互いもっと仲良くなれる一年にしたいなと思います。まあ私はもう多少ちょっとぶっ飛んでるので、ぶっ飛んでると思うんですけど、どうにかそれさえもわー面白いな岡村と思ってもらえたらありがたいなと思います急にね突拍子もないことをしだしたり言い出したりすると思うんですけど、まあそれさえもあなんか言ってんなぐらいの感じで見てもらえたら嬉しいです。そう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 、行動の速さに驚きました。あーでもほんといろいろ教えてくれて、もっと教えてください、ありがとう、会話してくれてるのも見たよ、ありがとうね。13位高弘月弘双子ちゃんありがとう、ジェニースーパービンありがとう、ビンありがとう。そして11位がゆうゆうゆうさんありがゆうありがとう取り憑かれてるように10位ゆきちゃちゃちゃありがとう。で9位はエイジさんハヒフヘハーありがとう。8位はマロン犬ありがとう、犬わわわわありがとう。7位は MJ さんフォーありがとう。6位は合同ねおやすみなさんありがとう。5位はおでん屋さんあちちちちちちありがとう。4位はゆうすけありがゆうすけポチモンありがとう。3位はけんざぶろさんありがおにぎりありがとう。そして2位はまこまこまこありがとう。そして流行る大都市先輩はずんだら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 パン竹ずにありがゼニーゼニーでした、ありがとう、ありがとうございました。そして竹ずにまこタワーもありがとう、ありがとうございます。アリスグラもいるじゃん。そして本日のハッピーラッキーウッキーパーソナリティショッキングピンク人間さんはユッキーだー、ありがっきー、ありがとう、初日に2024年一発目にハッピーラッキーですよ、ありがとう。あーなんだっけ、ピセートピセートありがとう。
マルクさんハートありがとう。はい、ということでよかったツイッター、TikTok はアットマークマナ下棒0906下棒、インスタグラムはマナ下棒0906下棒下棒です。ぜひ、今年もよろしくです。ぜひフォローお願いします。今年はあと TikTok とインスタともうちょっと強化したいなと思ってます。これなんかリアルにちょっと3月までにとかいう、3月までにもう1万人ぐらい増やしたいなって思うんですよね。無茶マーチャこんばんは。あと2ヶ月なんだけど、あと2ヶ月でもうちょっと増やしたいなと思ってます。2万人台に行きたいなという裏目標もありますので、皆様ぜひぜひ、何をしたらね伸びるのかちょっと分かんないですけれども、よろしくお願いいたします。はい、夢は必死に手を伸ばした1ミリ先にあります。いいこと言いますね。お調子者いいじゃないですか。あ、 YouTube もそうだ、 YouTube も増やしたい。 YouTube、TikTok、インスタをもうちょっと頑張りたいです。頑張ります。フォロワーさん増えるように頑張ります。ということで、今年も2024年もよろしくお願いします。ようこそ、じゃあ諦め。この後ツイッター投稿します。1時30分からはインスタグラム、インスタライブしますので、ぜひ遊びに来てください。日高浩司諦め。ということでありがとうございました。もしちょっと時間余ったりとかしたら TikTok ライブします。450条ハートありがとう。うん、あー、うまいこと言うね。目標意識しすぎるめっちゃうまいこと言うじゃん。待って、マナはでもあれって言いたくないな。なんか考えて、ちょっとないかな、なんかいいネーミングが欲しいな。そうだね、目標意識しすぎるとあれだもんね。わー、いいネーミングが欲しいな。ちょっと考えるわ。はい、ということで皆さん、また後ほどの方は後ほど、2024年もよろしくお願いします。ほな良いお年をほな良いお年を言うて、またね、バイバイ。そうなのよ、流行語だけじゃ使いにくいよね。何がいいかな。それそれ、あ、2000久しぶりだの、ありがとう。また後ほどです、ありがとう。あ、インディードアイ、違うな、インディードアイ、調子はどう、あれ、インディードアイってなんだっけ、インディードアイってなんだったっけ。はい、良いお年を。つくくる何がいいかな、つくるくる、何がいいかな。なんか欲しいね、ネーミング。確かに目標っていうんじゃなく、なんかネーミング欲しいな。そう、イージードゥーダンス、良いお正月を、おめでとうか、インディードアイ、タイ語であれ、あー確かに、待って、わかるわ、待って、これそれあれ、だからこれニーナンノンじゃん、ノンじゃないノンじゃないかな、分からへん、多分これそれあれやもんな。うん、ニーナノン、ノンだと思います。また後で、バイバーイありがとうございました。オンじゃないねえ、つなげんとってやな、あ、使いにくくなるやんあ、のんちゃんにかけてんのもうまいな。なんかそういう言葉でも確かに欲しいよね。コートとマイカオジャイ、わからないの、やだ、オンにすんのバイバーイ、よいお年。